日本共産党滅裂にに汚汚染染水と汚染魚で。11日に共産党の小池晃さんが記者会見にて衆院選の広島ロックの候補者である村井明美さんが汚染魚などと風評加害を行った問題で村井さんから辞退したいと申し出があったとして擁立を取り下げると発表いたしましたしかし小池さんは汚染水は科学的だなどとの私利滅裂な暴言を吐いてしまい批判が殺到し 大炎上してしててままっておりますがこちら汚染水が科学的であると主張するのであれば汚染魚が生じるはずでございますけれども小池さんは汚染魚がないと主張されておりますであれば汚染魚がなければですね汚染の原因となる汚染水もないということになるはずでございますけれどもこのような日本の共産党も中国の共産党と同じで 科学的に破綻した悪質な風評加害を行っていることが、この小池さんの主張だけを見ても確認できてしまいますが、このような風評加害に関しては、共産党の川口主議となってしまっている藤島智子さんもこのようなデマを流しているとして批判が出ております。藤島さんは他にも、メルトダウンした原発の水を海に流すのは世界初との主張も行われておりますが、 ま事実といたしましては、複数の原子力潜水艦や潜水艦用の原子炉がすでに海に沈んでいるという事実がございます。このような風評加害に対しては、西村大臣が国民一人一人が毎月100円分多く国産の水産物を消費すれば風評被害に対処できると表明されておられますが、私もふるさと納税でですね、 ホタテを頼んで、今、ホタテを解凍して食べておりますが、まあ、国民の皆様、このような共産主義者などの風評加害から、水産業者の皆様を守っていただければなと思います。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。